新王が決する日にまた一日近づく。盛り上がってきたな。こっちも焚きつけてやろうじゃねえか。さあ始まりました。王国史上初、玉座を争う王権競技会。参加者は三大国を駆け回り、過酷な課題を突破することになる。あれ、成長の人だよね。いい感じだ。順路をご紹介しましょう。まずは西の国、オセアナ公国の首都、王国最大の貿易港、海洋都市ブライハーベン。ここで行われる最初の競技は勇者品評会だ。各自怪物の首を刈って集まり、勇姿を示してもらうぞ。次に待つのは東の国、モンタリオ公国の首都、霊峰の谷間にかかる天空の町、宗教都市アルタベリー。そして最後は再びこの王都グラントラドへ凱旋だ。では早速、命を落として挑む王の候補者を見てまいりましょう。最も玉座の近くにおわすお方、ご存知、我らが聖教第78代大教師、ホーデンゲーカー。ホーデン様に勝利を。私には野心的な公約などはありません。願うのはただ、この混乱を一刻も早く収め、国を正しき道へと戻すこと。この混乱も神が授けたもうた試練。正しき国を取り戻そうではありませんか。続きましては、ホーデン様をお守りする無敵の一番より、聖教府総兵団長、ギド様だ。私の出馬はゲーカを支えんがため、玉座などは望みません。力で国を取らんとする者よ、このギドの名を恐れよ。聖教の候補ばかりだ。公平を期すなんて建前だったな。でもこうなると類を押す連中が黙ってないだろう。卑怯だぞ小人、類様を早く出せ。そうだ、
いはいはい、お静かに。ルイ様については今のところ出場申請がありません。嘘、出ないの？どうするんだ、この競争は足がかりに取り入る手はずだろ。心配するな、奴も必ず注目してる。1位でない以上無視してちゃ勝てない。じき手を打ってくるはずだ。はい、お静かに。レイ様支持の皆さんは次の候補にご注目を。チートは奪うもの、アミオも恐れぬむき出しの野心、ルイ様配下の若武者、黒犬のグローデル。いつはルイの手下だったのか。亡き王は聖教を国境にまでしたのにルイ様に敗れた。神の教えはお前たちを守らない、必要なのは力だ。ではとても全員とはいかないが、続々ご紹介だ。自由主義の豪商ロジャー・ワード、侵略戦争第三世ルドルフ・クラウゼ、王座の話はいい、車を見ていけリナ・カイデン、公約坂台永久無料ラブレス・オーシェイ、美しくないものは爵位を剥奪、ミロ・マウリシオ。負けたらこの国えらいことになるね。さて最後に呼び出しの連絡だが、エルダ族の少年いたら合図してくれ。エルダ族？汚らわしい、どうせ売名目的でしょ。ふざけんな。実は君らが申請した乗り物がまだ来てない。正午の鐘を鳴らすまでに来なければ失格だぞ。ちょっ、うん、どうなってんの？何をやってるんだあいつは。さあ候補者たち、準備はいいか？おい、待て！おい、言うこと聞けんかな！凱旋者？早い！というか、あのままじゃ！見つかる！うわぁ！どうしてくれたんだ。どうだ、抜群の仕上がりだろう。貴様、聖堂をまた壊す気か。お前が今やってることはつい先日のルイと大差ないからな。まったくけしからんやつだ。あいつ本当にあんな素人に隠し持ってたのか。よし、晴れて全員揃ったようだ。では勇士諸君、王座を目指し遥か王国全土を駆け抜けろ。国を導く王となれ。競技開始だ。とにかくここを出るぞ。早く早く。こいつはすごい。ちょっと、聞こえてっか。ああ、もう
へえ。うん。おお。こいつはいい。すごいぞ。外戦車には詳しくないが、どう見ても高級車だろう。こんなの俺たちが使えるのか。たまげたのはこっちもだ。久々に外へ出てみりゃ、まさにこいつの晴れ舞台じゃねえか。これで運転席とも話せるのか。便利なもんだ。おっさん、本当に協力してくれるのか。言っておくが金はないぞ。金？別に食うには困ってねえ。んなことより若いの、こいつは気に入ったか。ああ、特に足の速さがいい。へえ、いいね。これだよ、こういう声が聞けんのも久しぶりだ。お前もいいと思うだろ。ああ、最高だ。若いのに見どころあるな。気に入った。お嬢さんたち、どちらまで？好きなとこ連れてってやっかな。お前、運転しだすと別人だな。ちょっとヒュルケンベルグ、いろいろと説明が欲しいんだけど。あの男はニューラス。羽でわかる通り意識野族だな。ああ見えて大貴族の嫡男、しかも王室御用達の凱旋者騎士だ。は？腕は間違いない。ただ車のことになると今の通りあれでな。いるのか？入るぞ。町中が大騒ぎなのに、思って研究か。今忙しいんだ。相変わらずだな。実は折り入って頼みがある。馬車を一つ手配できないか。新しい仕立ての仕事は受けてない。他当たってくれ。慎重したいわけじゃない。お前、殿下が失踪なされる前に専用の車の開発を請け負っていたな。主人亡き今、扱いが浮いてるんじゃないか。それを少し借りられないかと思ってな。な、無茶言うんじゃねえ。王族用だぞ。無茶は百も承知だ。だが事情があるんだ。物だけでも見せてくれないか。ああ、いや、それは殿下の専用車だ。売り払ったわけもあるまい。車体はどこに行った？作業で忙しいんだ。出直してくれ。さっきから様子がおかしいぞ。どうしたんだ？うおっ！これは。凱旋車？まさかお前が請け負っていた王子殿下専用の乗り物とはこれか。お前も主がもういないと知りつつ整備を。わかるぞその気持ち。泣ける忠節だ。おしかし王族のものにしてはなんというか物々しいな。お前この車本当に命令通りに作ったものか。うん。お前まさか。最初はちゃんと開発してたんだよ。けどな、殿下が亡くなってお蔵入りになっちまうと思ったんだ。こんな極上の機体が誇りをかぶる？そんなの許せるかよ。いや無理だね。俺にはさ、叶えたい理想ってもんがあってよ。こいつはそれを叶えてくれる特別な。貴様、卑しくも宮廷技師の身で主君の片身を道楽に。巨額の国費横領に王族への不敬、死罪だ。許してくれ。俺の命は最悪いいから、こいつだけは壊さないでくれ。これはすぐに動くのか。突き出されたくないなら協力しろ。明日までに調整を終わらせてこれを大聖堂まで持ってこい。は？なんだよいきなり。
そっちも勝手に使おうとしてんじゃねえか。勝手ではない、紛れもなく殿下のためだ。殿下のため？待ってよ、確か殿下を探して放浪の身だったよな。旅を終えて戻ったってことか。その上殿下のために凱旋者？まさか殿下は生きておられる？そうなんだな。聖教に睨まれてる異端の学者だったお前を取り立ててくださったのは陛下だ。今こそ報いろ。わかった。信用できるのか？潜入作戦とか一緒にやれる感じか？気持ちはわかるが、あいつが王家に無二の恩義を感じているのも本当だ。おいおい、邪険にするなよ。自慢じゃないが、この凱旋者、速さに関してはおそらく世界一だ。多分、きっとな。多分かよ。俺はこいつをかっ飛ばして世間の度肝を抜きたい。利害は一致してるのさ。それとも今から別の足を探すか？不安はあるが、ここは任せるしかないか。どう思う？期待してるさ。お前がそう言うなら腹をくくるか。どの道王子の生存を知ったんじゃ放り出せない。一連卓勝ね。あらごとはお前らに任すが、整備と運転はどんと頼ってくれ。そっちはちゃんと今後の作戦を練っとけよ。ずうずうしいやつ。けど確かに作戦は早めに確認しときましょう。最初のお題は知っての通り怪物狩りだ。できるだけ大きな害獣の首を刈って期日までに指定の場所へ来ること。目的地は西の国オセアナの首都海洋都市ブライハーベンだ。遠いが凱旋者があるなら間に合わない心配はない。問題は首の方ね。狙いは確か若者や子供をさらって売り飛ばしてる極悪人だっけ。極悪犯？おい、怪物を狩るんじゃないのか。焦るなよ、作戦だ。いいか、俺たちが目指すのは競技会の好成績じゃない、ルイの目に留まることだ。みんなが馬鹿正直に首を持ってくる中、俺たちだけが重罪人の首で正義を示す。しかも元騎士の身で人さらいをやってた男の首だ。だが規定違反とみなされれば競技会から除外されかねない。民の共感が集まればルイも無視できなくなるというのはまあわかるが、この作戦どう思う？勝てるんだろうか。そこは勝つしかない。だが今の俺たちなら勝機はある。賞金首の名前はアイザメ。元騎士であんたは戦いづらいかもしれないが、いや、身内だった者の非道ならなおさら放置はできない。それはいいが、怪物狩りであえて怪物を狩らないとな。だが我々は誰にもできないことをやろうとしているんだってな。お前にかけよう、ストロール。ありがたい、信頼には応えるつもりだ。よし、行き先は分かった。車内のものは自由に使ってくれ。浴室もちゃんとあるからな。へえ、そいつはいいな。後で中を探検するか。着く前に疲れるなよ。俺は見ての通りの道楽者だ。戦いの役には立てねえけど、行きたい場所へは連れてってやる。俺自身のためにもな。外の荒野は果実を取りに行くような野山とは違うぜ。野獣や蛮族どもの巣窟だし、抜けるには時間もかかる。まあ何かあれば声かけろ。だいたい操縦席か機関室にいるからさ。調子狂うけど悪人ってわけじゃないようね。なんとかなれましょう。